なんか正直、寺西さんの気持ちすごくわかるんですよ、あのその手間をかけるエネルギーももう十分に経験されてきてるので、やっぱりその障害のある選手って手間かけないともう強くならないんですよね、<laughs> だからそれをもう一回やるかみたいな、だからそこはもう僕も結構感じてるところでもありますし。 あ年齢的には僕はもう一回ぐらいやっとかなきゃいけないのかな <laughs> と思うんですけど、あのー、それこそ葛藤ですね。まあ、僕の個人的なそのキャラクターを自分で分析したときには、まあ、チャレンジしてるときの自分の方が自分らしいのかっていう気もするので、まあ、ただその、一方では、あのー、戦わずに和解することも大事だっていう。<laughs> そんなところにも、ちょっと思いを馳せてるところなので、そうだな戦わずして、勝利する方法を見つけるのが、これからの僕の戦いでしょうか <laughs>。言いたいだけやん、こんな。<laughs> だな,あなでも、なんか、あの、大地さんのそのおっしゃるその、ね、戦いの場の興奮とか、やっぱり、 本当、ね、ほんと非日常の中で,感じでしか感じられないことってすごくたくさんあると思うので、なんか僕ももう一回ぐらいそうこ、そういうところに行ってみてとか思いつつですかね、でもそういう場に行っても、なんかあの怒らず、和やかに、<laughs> 自分を保てるかどうかも戦いになりそうな気がします。なるほど 名言がさらさら出てきますね。ですかこれ、名言か <laughs> 怒ってたんかいな、みたいなね。怒ってましたよ。<laughs> ジュリーさんもね、多分めっちゃ怒ってはると思う。<laughs> え中将さん、えーと、アナリストもしくはコーチ、それぞれ、あの、それぞれともいいですし、お願いします。アナリストは、まあ、戦いっていうか、最近、こう、まあ、これ、ちょっと本当言うとはもよくないですけど、あの、 まあ、本坂さん、あの、コーディング、まあ今、試合をね、あの、要は、タグ付けしていく作業をしたいんですけど、僕が今、それは本当戦いで、試合数が多いんですよ。あの、トップチームとかなってくると、トップの、あの、ランキングが上の方になってくると、まあ、やっぱり、あの、試合数多すぎて、なんか本当にもう、あれが正直言うと苦痛なんですけど、まあ仕事なんですけど <laughs>、あのー、本当嫌だなと思って、もう、基本僕逃げてるんで、あの、もう、パッて、あ、もう今日やめようって、寝て、起きて、 あ、やろうって思ったら、やるようにしてます。で、この前なんか、その話を、あの、アナリスト同士でしてて、もう本当にもう、やべえときは一回寝て、もう次の日やるみたいな、朝、朝ちょっと早く起きてやるみたいな感じで、やってて。まあ、そうそう、どっかでやんなきゃいけないなと思うんですけど、まあ、僕も、あの、花子さんと一緒で基本、戦いたくないというか、あの、放置してたいタイプなんで、<laughs> そうですね。で、ただ、 やっぱそれね、ただそれをコーディングするだけはもうただ作業なんで、その作業からちゃんとなんかこう生み出していくのがまだ、ちょっと僕の中では、こう、戦いかなと思っていて。やっぱそれでこうね、ちゃんと直結、ね、それがちゃんと勝利に直結すれば、あの、別にこうなんか例えばそれのおかげで勝ったとかそういうのを求めたんじゃないですけど、やっぱそれがなんか勝ちに直結してないと、なんか仕事してない感じがちょっとしてて、<laughs> あれだなっていうのはあるんで、それもある意味だから今戦いですかね。どう提供するかとか、どういうふうにこう、まあ、 見せ方だったり、何を出すかとかっていうのは、やっぱり、こう、ちょっと日頃、ずっと最近こう思ってることですかね。自分の出したいものとか、自分の強みとやっぱり、チームを求めても違うっていうのもな、まあちょっと戦いだし、そこにこうどど、なんかフィットしなきゃいけないなとは思うので、それは、まあアナリストとしての戦いはそれで。コーチとしては、あのー、まあ僕もちょっと今新しいことをいろいろトライして、 高校生とか。まあなんか一応県大会は本当久しぶりに5枚。まあ3個しかないんですけど、あの、久しぶりに勝って、一応今度選抜予選があるんですけど、やっぱ選抜予選決まってちょっと浮かれてる選手を見ながら、本当にまあちょっと腹立たしいところもあるんですけど、<laughs> まあ、ああね、まあ逆にそれがちょっともう浮かれてるっていうかその中、あの、ちょっとふやふやしてるところがまた強みだなと思ってるんで、それをどう、まあこっちがね、 自分の戦いなんですけど、そこはどう起こらず、どうアプローチしていくかっていうところも、またチャレンジかなと思うので、まあ、それでいっぱいいろんな選手を教えてって、まあなんか、どんどん自分が強くなっていくのかなっていうふうに思ってるので、まあそんな感じですかね、それが今の戦いですかね。なるほど、ありがとうございます。いや、僕がアナリストやった時は、時代が違って DVD にやってたから、DVD にやってる時間でやられたんですよ。<laughs> <laughs> 最近ダウンロードも早いですからね。映像ダウンロードするのもめっちゃ早いですからね。<laughs> 時代が違った <laughs> なかありがとうございます。